私は母乳育児サポート助産師の人見さんなので、母乳育児を推奨しています。母乳育児は全世界的に推奨されている授乳方法でありますけれども、育児方法でありますけれども、母乳育児が推奨されるのには理由がありますね。こちらのリーフレットにも母乳育児のメリットとして記載されていますけれども、赤ちゃんを病気から守るっていう点に関しては、赤ちゃんの腸内細菌、腸内環境を母乳が整えることによって、未来までの、免疫システムを獲得しているというふうに捉えていただいても過言ではないというところをね、知っていただきたいと思います。腸内には70%の免疫細胞がスタンバっているという言葉、よく最近情報番組などでもよく知られていることでありますけれども、赤ちゃんの腸というのは生後6ヶ月まで大変未熟な状態です。なので今離乳食は6ヶ月、5、6ヶ月ぐらいから始めてくださいというふうに言われていますね。それよりも早く始めちゃうと、吸収してはいけないもの、まだ吸収できないものまで吸収してしまって、それが将来的にアレルゲンになってしまったりとかっていう可能性があるということで、現在は、早くても5ヶ月、ゆっくり6ヶ月ぐらいからでいいですよっていうふうに言われているのが離乳食ですね。そういったことを考えると、この6ヶ月間の間、母乳が腸の壁を整えてあげることによって、腸内環境が整って、免疫細胞が活性化していくことができるというようなことが分かっていますね。すごい機能だと思いますね。そして胃腸への負担がない。これは消化吸収が母乳の場合は良いので、お通じも人工乳、粉ミルクを飲んでる赤ちゃんに比べて、びちゃびちゃのお水みたいな塊はあんまり出てきません。消化吸収が良いのでね、びちゃびちゃびちゃってお通じが出てきますね。腹持ちがしないというふうに表現される時もあります。ミルクの方が腹持ちいいよとかって言って、寝る前はミルク飲ました方がぐっと寝てくれるようなという情報も出回ったりしますが、母乳が腹持ちが良くないのはというか、すぐお腹入っちゃうのは、こういった消化と吸収が良いからという、赤ちゃんの胃腸に負担が少ないからという理由ですね。で、先ほども言いましたように、ママの回復を早める。あとは母乳で育てた女性、母乳育児を経験した女性の方が、婦人科系の、病気にかかる、がんにかかるリスクが、数が少なかったりとか、それから骨粗鬆になる、数が少なかったりというふうに、一定のデータが出ています。ですので、未来の健康にも良い影響を与えることが分かっていますね。あと、よく知られていることとしては、情緒の安定、肌が直接触れますね。粉ミルクの時は、洋服着た上からね、だ抱っこして、抱かれるということが大事なので、直接肌に触れてるか触れてないかで、その子の発達、発育、精神的な、成長とか、そういったものに悪影響があるかないか、なんていうことを論じる必要はないんですけれども、この肌が直接触れるスキンシップというのは、赤ちゃんに対して、この人が自分を絶対的に守ってくれるっていう安心感とかね、安全なんだ、この人に抱かれていればっていう、そういう実感を赤ちゃんに与えることができるというふうに言われています。ということで、母乳育児は、世界保健機関 WHO によって世界的に推奨されています。そして何より皆さんに分かっていただきたいのは、母乳で育てるということは、志の高い人が目指す特別な育児方法ではないということです。これは哺乳類として生まれた人間にとって自然の営み。すべての人が母乳だけで育てられるわけではありません。母乳だけで育てるということで、何の優劣も決まりません。何の優劣もありません。ただ、できるだけ母乳を飲ませてあげてほしいと思っています。どのような方法でもね、できるだけ母乳を飲ませてあげてほしいなと思います。山形県は、2015年の国勢調査でも全国1位でしたね。共働き世帯、有職女性かなの、割合が全国1位だった。いつも1位、2位、3位とかその辺にいるんですよ、山形県。働いてる女性が非常に多いんですよ。だから職場復帰する女性も非常に多い。しかも職場復帰する期間が早い。今、山形市だと1年育児休暇取られる方非常に増えていますけれども、もっと他の、例えば最上とかの方に行くと、産後休暇しか取らないですぐ復帰しますっていう方もまだまだ多いです。
ですからね、母乳だけで育てるということがもう物理的に無理っていう方もいらっしゃるんですよ。だからご自分の、ライフスタイル、ご自分の生活に合わせて、いくらでも変化させて母乳を与えることができるので、どうやったらね、なるべく母乳を飲ませてあげることができるかなっていうようなことをね、あんまり簡単に諦めないでほしいなと思っています。はい、特別なこだわりではなく自然の営みですということを、覚えていっていただきたいと思います。先ほど赤ちゃんの胃の容量はさくらんぼだって言いましたけど、このような感じになっています。赤ちゃんの胃の容量、生後1日目ではさくらんぼ1個分くらい、 5cc から 7cc くらいしか飲めません。3日目でくるみ大、生後1週間であんずって皆さん知ってますか？あんずって私パッと言われてこれぐらいの大きさってイメージできなかったので、ちょっと桃と並べてみたんですけど、桃よりも一回りちっちゃいくらいですね。で、容量としては45〜60ミリ。生後1ヶ月になってやっと 100cc 以上飲めるようになるというような感じになります。こんな感じで赤ちゃんの胃の容量というのは本当に少ないところから始まるんですね。なので産後の授乳の回数は8回以上、10回以上というふうになるわけですね。ここに適応していかなきゃいけないんだな、対応していかなきゃいけないんだなっていうふうにね、考えていただきたいなと思います。で、これぐらいの量しか飲めない間、しかもおっぱいもすぐに出るわけではありません。赤ちゃんにたくさんおっぱい吸ってもらって、それが刺激になっておっぱいを出すシステムがぐーっと稼働していきますので、それまではほんのちょっとの母乳しか出ません。でも心配ないんです。赤ちゃんの生まれた時の体重の約1割がお弁当になってます。赤ちゃんお弁当を持って生まれてくるんですね。そのお弁当になっている1割の体重は、まあ、減っても大丈夫な体重、生理的体重減少と呼ばれています。まあ、出産施設によってこの体重減少をどこまで許容するかは、まあ、小児科の先生の判断とかね、産婦人科の先生の判断とか、いろんな方の判断が加わりますけれども、赤ちゃんの体重、生まれて次の日とか次の日、2日目、3日目ぐらいまでは減りますので、皆さんびっくりしないでくださいね。減るのが当たり前っていうことですね。はい。そして、8回以上、10回以上、頻回に吸ってもらうことによって、おっぱいを出す、おっぱいを作る工場を動かしていくことができます。そのためには必要な刺激となります。8回にこだわらなくて結構です。8回以上何回でも吸わせてもらって大丈夫です。ただ、吸われる回数が少ないと、それなりになりますね。稼働する工場の稼働率もそれなりになっていくので、吸われる回数が少なければ、おっぱいの出もそれなりになっていきます。3、4ヶ月までは不規則になっていきますので、3時間おきの授乳っていうふうにかっちりと、決めることができるわけではありませんということですね。そして乳首が痛くってうまく吸わせられなかったっていうこの情報を一度は聞いたことがあるかもしれませんが、乳首の痛みは、頻回に授乳させたこと、頻回授乳によるものではありません。抱き方、含ませ方、赤ちゃんの含み方、それから授乳の姿勢ですね。授乳の時のママの姿勢、赤ちゃんの姿勢、これが問題になってきます。このことについては、出産施設で、授乳の度ごとに、出産施設のスタッフにお聞きになるといいと思います。最初からうまく飲ませられる人はいません。最初からうまく抱ける人もいません。ただ授乳の回数は1日8回以上、10回以上となっていますので、その1回1回でだんだんとうまくなっていきます。退院する頃にはだいぶしっくりと、抱ける方が多くなっているんじゃないかなと思いますので、その点についてはあまり大きく心配していただかなくて大丈夫です。そして乳首の痛み、座れることに慣れると痛くなくなるっていうのはこれは嘘ですからね。嘘です。乳首が痛いっていう時には、やはり抱き方とか含ませ方を改善する必要があります。どうしても退院するまでうまく吸わせることができなかった、乳首の痛みが取れなかったということは、いう方は、できるだけ早く、まあ、2週間以内ぐらいに、乳房ケアを受けることをお勧めします。
地域で乳房ケアをで活動されしている、あの、まあ、私もそうですけども、助産師がおりますので、そういった人に、からのケアを受けることをお勧めします。なるべく早い方がいいです。産後2週間以内ぐらいが望ましいと私は考えています。